内村フィルムの日常。じゃあ次が一つ一つミドル、ショート、フリーでアドバイスを自分なりにですけど、自分目線で実際に受けてみて、こういうところが必要だなっていう、こういうとこ見られてるなっていう意識した部分を説明したいなと思います。まずミドルターンなんですけど、そうですね、上越下線に出た動画があって、まあ、その時のミドルターンを今ちょっと流すので、ちょっとそちらを見てもらえばなと思います。本当これ確か一級受ける2週間ぐらい前のやつで、まあこれ以上別に特に何か調整したかって言われるとそこまで変わってなかったと思うので、あとは本当自分の弱点というかを、まあ、なくすように練習してたって感じなんで、ほぼ動画みたいな感じで滑ってたと思います。ちょっとミドルターンの動画がちょっとない、当日の動画がないのであれなんですけど、一番意識してたのは、ターン後のバランス、バランスっていうのがしっかり均等、左右均等になるようにっていうのと、あとはスピードを一番意識しました。2球受けた際にもそれは言われてたので、スピードはとにかく減速しないようにっていう意識でしたね。当日受けた点数でいうと71点、基準が70点で1点加点をもらいました。はい。じゃあ次にショートターンなんですけど、当日の動画がこちらになります。ショートターンはもう逆なんですよ。最初受けた時スピード出した方がいいって自分思ってたんですけど、そうではなくてですね、スピードではなくいかにボードを、スノーボードをコントロールしてるかっていうところを見られるので、スピードを出しすぎてコントロールできてないともう逆に減点というか、スピードを出すとコントロールできなくなっちゃうので、いかに自分でこう操作をしていくかっていうのが、まあ、重要だと思います。ショートターンは多分一番検定とかじゃない限りあんまやる機会っていうのはないから難しいっちゃ難しいと思うんですけど、もう本当イメージと違ってこうサッ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 みたいな感じではなく、本当ゆっくりでいいから一定のリズムでこう降りられるっていうのが重要になってくると思います。この時が加点2点もらいました。はい。じゃあ最後フリーランなんですけど、まあ、一番なんて言うんですかね、自由に滑って OK なんで、何でもいい、本当何でもいいんですよ、何でもいいんですけど、一応ショートとロングを使って、あとまあ検定バーンっていうバーンがあって、そのバーンを前面で使うと結構印象よく見えるんで、バーン全体使うのっていうのと、ショートとロングをしっかりメリハリつければ点数につながるんですけれど、逆にショートとロングのメリハリがないと減点の対象になってしまいます。そうですね、この時の動画もあるので見てください。一応自分の中ではスピードを意識して、あとショートとロングのメリハリをつけて、バーン全体を使うようにっていう意識でフリーバーンを使いました。確かこの時はもういっぱいいっぱいだったんですよ。なんか自分の中でミドルやらかしたかもしれないで、ショートがギリかなって感じで、加点をちょっと狙いに行きたいっていうのがあったんで、本当思いっきり自分の中では緊張の中では攻めたつもりです。もうめちゃめちゃ緊張した。もう最初の方も結構ズッてなっちゃってやばいと思ったんですけど、なんとかまあしっかり最後滑り切ることができました。はい。ワンポイントで言うとこういう感じ、ワンポイントじゃなかったかもしれないですけど、ざっくり言うとこんな感じになります。あとの詳細というか、もっとこうした方がいいっていうのもあるんですけど、それはなんかイベントをやった際にですね、もしそういうバッチテストを受けたいですっていう人がいたら、そういうのを企画して
実際にこう滑ってこう説明できればなっていうのも、もしそのイベント参加している方が いたらやりたいかなと思っています。はい、まあ、結論バチテスト受けてみてどうでしたかっていう話になると、受けてよかったです。バチテスト、そのやっぱ検定というあの緊張感の中で合格できたっていう達成感がすごいですし、一つの目標に対してスノーボードできたっていうのは自分の中ではかなり技術的にも上がったので良かったと思います。まあ、動画にも出てくれるシュガーはキューピットバレーで受けに行った時に、まあ、ちょっと一点足らなくて落ちてしまったんですよね。でその次受けてもちょっとダメで、もう3度目の正直で受かったんですけど、一番本当に頑張ってた人で、一番多分メンタル的にも厳しかったと思うんですけど、まあそのバチテストのことに関してですね、というかその時の状況というか、どういう気持ちの持ち方だったのかっていう動画もちょっと載せます。結構気になってた、そのシュガのメンタル的にあのあれなんだけど、あんまりね出さないから、そう話題には出さないけど、でもメンタル的にはどうだったの、正直な話、裏話的な感じで。どうしてそう考えてる、俺だったの、いや受からなかった時に必ずあるアドバイスをもらえる、でアドバイスを必ずもらった時に自分がそのアドバイスをちゃんと理解できてるかどうかで、そうそのアドバイスを聞いて、でも一番最初に落ちた時はフリーランの時のメリハリがなかったので、滑ってる最中でも、まあ、明らかにメリハリがねえなと思って、だから結局落ちた時もそんなに勝負じゃなくて必死でやばいなと思って、でそれを直そうと思って、あのしっかりしたメリハリをつけるようにして、2回目の時はマーサーと一緒に行って、でその時に台場で受けたから返すって言って。はい、落ちたとしてもちゃんと明確にアドバイスをもらえるんです、その場で。そのアドバイスをしっかり自分の中で整理できて次につながる練習をするっていうのが大事だと思いますし、まあ、その一つの目標に対してこう向かっていくっていうのは絶対レベルが上がるんで、スノーボードの。なので自分たちはメリットしかなかったかなっていう感じです。本当教えてもらえるし、レベル上がるし、受かった時の達成感はすごいし、受かって一級合格するとまたそこからどういう道に行くかっていうのは各々違ってくると思うんですけど、僕の場合であればその次の目標の全日本っていう大会に出れるんで、全日本に出てちょっと頑張ってみたいっていうのもありますし、まあ、逆にその今度は準指導員っていう流れにもいけるので、まあ、一個の何かスノーボードで何かちょっと目標が今ないっていう方はですね、なんかバチテストっていうのを一つ目標にしてもいいのかなと思います。受かってそこから見える道は絶対にあるんで、はい、あと何か質問等があれば、まあ、コメントでいただければ自分なりにですけど回答していきたいと思います。まあ、この動画がもしよければ
ボタンお願いします。以上で今日の動画終わりです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。